こんにちは。オラ、オラだよ。さて、今日も戦国時代の話を始めちゃうんだよな。始めちゃうんだよな。今日も武将をやるんだよな。今日も武将を紹介しちゃうんだよな。今日は伊達胤宗の嫡男にして、伊達政宗のおじいちゃん、伊達晴宗の話をしちゃうんだよな。伊達晴宗は、江戸時代において子孫から無能扱いされ、前回の伊達胤宗の動画で、我々からは、陰キャ呼ばわりされた大名だ。陰キャで無能だなんて、いいとこなしな大名だったんだね。まあ本当に無能だったのかどうかは、これから見ていこうじゃないか。OK ベイビーアメリカ。あと晴宗には、とても陰キャとは思えないような豪快なエピソードがあったりもするんだよな。ほーん、どんな陽キャエピソードがあったのんのん。はっはっは。まあまあ慌てなさんな、霊夢よ。陽キャエピは後ほど紹介するってバテバよ。はっはっは。天文の乱を引き起こし、伊達家が衰退する原因を作ったとされた伊達晴宗は、江戸時代の仙台藩五代藩主伊達義村が作成した伊達家歴代画審において、暗愚な当主としての扱いを受けるに至る。伊達晴宗は本当に無能だったのか？伊達晴宗は本当に伊達家を衰退させてしまったのか？というか本当に陰キャだったのか？この動画では、それを解き明かしていきたい。というわけで、そろそろ始めよう。あいあいさー、ミュージック、スタート。伊達晴宗は1519年、陸奥国の戦国大名伊達胤宗の長男として誕生する。親父の伊達胤宗は伊達家14代当主だから、晴宗は15代目の当主になるな。幼少期のエピソードは、おお、特にない。ないのかい。母親は、芦名盛隆の娘、大臣院、だ。はるはるは芦名さんと血縁関係があるんだね。そして1535年5月、時の将軍足利義晴、より、返記を賜り、伊達晴宗、と名乗るようになった。種も将軍から名前もらってたよね。伊達家は将軍から名前もらいたがりなお家なのねん。そうだ。伊達家は11代当主の伊達持宗の代から、新当主が室町将軍から返記を賜るのが恒例となっていたんだ。ちなみに伊達持宗は、あの足利義満の子で、室町幕府第4代将軍足利義持から返記を賜っている。おお、三つ三つ三つ、義満つ、の子供、なんか凄そう強そう高貴そう。だろうだろう？凄そうだろう。室町将軍から返記を賜ることで、室町幕府との関係を強化し、伊達家の権威向上を図ったわけだな。ま、とにかく伊達晴宗も、それまでの慣例通り、室町将軍から返記を賜ったんだな。ここから晴晴の波動が始まるのね。始まらない。この時点では、実権は完全にパパ宗の種宗が掌握しており、晴宗に実権はなかった。晴宗が当主としての活動を開始するのは、種宗が晴宗に家督を譲渡した、1541年半ば頃からだ。ほほほのほーん。そして1534年、晴宗は16歳の時に結婚することになる。随分若くして結婚したんだねー。誰と結婚したの？南欧の有力豪族である岩木重隆の長女、久保姫だ。久保姫は、奥州一と言われた美少女だったらしい。奥さんが奥州一の美少女とかすごいじゃん、はるはる。その馴れ初めは、もともと南欧の古豪白川氏に嫁ぐ予定だった久保姫を、その美貌に惚れ込んでいた晴宗が、腰入れ行列を待ち伏せして襲撃。久保姫を略奪して、無理やり自分の正室にしてしまったという、激強な陽キャエピソードが残っている。晴宗も若い頃はやんちゃしてた陽キャだったわけよ。いや、久保姫拉致されてますやん。陽キャで収まらないでしょ、それ。山賊だよ、それ。山賊系男子だよ。まあでも戦国時代だからね。欲しいものは力ずくで奪っちゃうわけよ。そんなことしたら岩木さんと白川さんはおこおこのおっこでお怒りになるでしょうよ。そうでしょうな。当時、伊達家は岩木氏を自分の仲間にしたいと考えていたから、晴宗と久保姫との婚姻を画策してはいたんだが、こんな乱暴なやり方したら敵対しかねんから、このエピソードははっきり言ってありえん。何より晴宗はこんな 100% なやつじゃない。晴は陰キャだもんね。実際の流れはこうだ。どうだ？まず岩木氏との関係強化を画策したパパ宗の種宗が、自らの娘婿相馬秋種に、晴宗と久保姫の縁組の斡旋を依頼した。相馬秋種の斡旋を受けた久保姫の父岩木重隆は、一旦は晴宗と久保姫の縁組を了承したが、その後心変わりして、やっぱり久保姫を南欧の白川氏に嫁がせることにしたんだ。あらまあ、岩木の重隆さんはなんで心変わりしちゃったのん？岩木氏と伊達家は領地が遠いからな。領地が近い白川氏との関係を重視したわけだな。ほーん、遠くの伊達さんよりご近所の白川さんを選んだわけなのねん。種宗はなんで領地が遠い岩木さんと仲良くなりたかったの？日立の勇佐武氏を警戒していたからだ。当時の南欧は、芦名、田村、相馬、二階堂、石川といった伊達陣営と、白川、岩木の佐竹陣営という、二つの陣営に分かれていた。種宗は岩木氏を伊達陣営に引き込むことで、佐竹氏の南欧進出を阻止したかったわけだな。ほーん。伊達さんと佐竹さんで南欧の縄張り争いをしてたのねん。そうだ。久保姫の腰入れというのは、
単に久保姫がクソ可愛いから嫁にしたろ、とかそういった話ではなく、伊達氏と佐竹氏の南王の覇権をめぐる勢力争いであったわけだな。さて、話を元に戻そう。岩木重隆は領地が遠い伊達家ではなく、近隣の白川氏や佐竹氏との関係を重視し、久保姫を白川氏に嫁がせることにした。これに怒ったのが、伊達と岩木の領家の間を取り持った、相馬秋種、だ。相馬秋種は、岩木重隆が約束を保護したことを知るや出兵を決断。300騎を率いて岩木領に侵攻した。相馬さんたら勇猛果敢すぎんのよ。さらに伊達種宗も足なし、二階堂氏、石川氏といった諸勢力とともに、白川領に侵攻。白川、岩木連合軍と合戦するに至っている。久保姫という一人の少女をめぐって、南王一円を巻き込んだ大紛争に発展したわけだな。これにたまりかねた岩木重隆は、春宗と久保姫の縁組の履行を条件として撤兵を要求するに至った。これにより、久保姫は伊達家に腰入れすることが決まり、春宗と久保姫は、晴れて夫婦となることができたわけだな。久保姫と結婚するために戦争までしちゃったけど、可愛い奥さんもらえてよかったね春は。でも久保姫からしたらほとんど無理やり連れてこられたようなもんだし、伊達家のことをあんまりよく思ってなさそうじゃない？春宗とは仲良くできたのかな？まあ確かに慣れ初めこそ戦争に勝利した伊達種宗が、強引に成立させた婚姻ではあったが、春宗と久保姫は、とてもとてもとってもとおっても仲良しこよしだったんだ。春宗には子供が11人いたんだが、ほほん、種の21人には及ばないけど、春も結構な子だくさんだったのねー。でもまあ戦国大名は奥さんがたくさんいるんだから、これくらいはねー。久保姫だ。おん？春宗の子供11人は、すべて久保姫との間に生まれた子だったんだ。久保姫一人で11人も子供産んだんかい。半端ねえな。すっげえな久保姫。そう、すごいんだよ久保姫は。戦国大名王子といえども、正室との間に11人も子供がいるのは春宗久保姫くさいくらいだろう。知らんけど。久保姫すんげえ。春宗っていうか久保姫がすんげえんよ。すごすぎるんよ。今回のタイトル戦国のグレートマザー久保姫、でいいよもう。でも11人全員が久保姫との間の子供って、春宗の他の奥さんとは子供ができなかったの？いい質問ですね。池上さんかな？春宗は側室を持たず、生涯久保姫一筋だったんだ。これは当時の戦国大名としてはかなり異質なことだ。戦国大名というのは、子供を作るのも立派な仕事だったから、正室と呼ばれる奥さんの他に、側室と呼ばれる奥さんが複数いるのが当たり前だったからな。だからパパ上の種宗も仕方なく5人以上の奥さんを持つに至ったわけだな。本当に仕方なくだったんですかねー。両家の種宗、陰家の春宗と言われるゆえんだな。てめえが勝手に言ってるだけだけどな。とにかく、春宗は生涯側室を持たず、正室久保姫一筋な男だったわけだ。このことからも春宗という男は、戦国大名の中でも異質な男であったと言えるだろう。確かに、春宗はなんかすっごい真面目だった感じがするねー。側室がたくさんいた種宗とは、ほぼ正反対な感じだねー。そう、春宗と種宗のキャラクターは、ほぼ真逆と言えるぐらい違うんだ。まさに陽家の種宗と陰家の春宗って感じなんだ。つーか、奥さんいて子供11人いる人を陰家っていうのかね。さあ、まあとにかく春宗は久保姫のことをとても気に入っていたんだろうし、二人の間に深い絆があったのは疑いようがない。春と久保姫の間には、強い信頼関係があったんだねー。だろうな。じゃなきゃ11人も子供作れないぜ。11人はパネーのよ。サッカーチーム作れるのよ。久保姫ジャパンなのよ。さて、話を戻そう。久保姫の嫁ぎ先をめぐって勃発した、伊達陣営と白川岩木連合軍との戦争の結果、岩木重隆の娘、久保姫は伊達春宗に嫁ぐことになった。そしてその際、春宗と久保姫の間に最初に生まれた男子を岩木氏の後継ぎとすることが決まった。はい？にゃんでにゃんで？伊達さんお得意の乗っ取りですか？後継ぎの押し売りですか？岩木重隆自らが望んだんだ。重隆には男子がいなくてな。久保姫は重隆の長女だったんだ。だから後継ぎとして、久保姫が産んだ男子が欲しかったんだな。ほほほのほん。伊達さんにとっては、良いことずくめの結婚だったんだねー。だろうな。種宗はニヤニヤが止まらなかったろうな。岩木氏を佐竹陣営から伊達陣営に引き込むことで、伊達家の南王における覇権を決定的なものとし、岩木氏を伊達の血統にして、将来乗っ取ることができるかもしれない土壌を作るという、伊達家にとっては、大きな成果を得る婚姻になったわけだからな。まあこれぐらい大きな見返りが期待できるような婚姻であったからこそ、南王全体を巻き込む大規模な戦争をすることになったんだろうな。春と久保姫たんの結婚は、南王の覇権をめぐるものだったんねー。その後春宗は、王で暴れ回る父種宗に従い、王各地を転戦。伊達家の次期当主として、徐々に頭角を現すようになる。そして1541年、春宗は父種宗から伊達家の家督を譲渡される。
春宗この時23歳。23歳って随分若くして家督を継いだんだね。ここから春春の天下布武が始まるのね。それはずっと始まらない。春宗が家督を継いだ1541年、伊達家は南王の朝霞郡で起こった田村氏と伊藤氏の紛争に介入する。春宗は父種宗と共同で田村氏との外交交渉に臨み、結果田村氏は領地の一部を伊達家に献上した上で、伊達家に従属するという、伊達家にとって有利な条件での和議を結ぶことに成功した。当主春宗としての最初の功績だな。結果にコミットする男春宗。さらに同じ頃、会津守護足無氏とその有力士族猪苗代氏との間で紛争が起こると、春宗は、種宗と共同で紛争の調停に当たり、これを成功させている。こういった外交交渉を通じて、春宗は周辺諸勢力からも伊達家の新当主として、認知されていくことになるわけだな。春やるねー。でもなんで種宗と共同なの？当主は春宗なんでしょ？種宗が出しゃばりなの？伊達家では、家督継承後も新当主とそれまでの当主が共同で外交交渉に当たるのが恒例でな。春宗とその子照宗、そして照宗とその子政宗の間でも、家督譲渡を同じように共同で外交交渉に当たっていたりする。外交は複雑回帰だからな。老練な親父が経験不足の息子をフォローしていたわけだ。じゃあ種は難しい外交交渉の時だけ春を助けて、他の権限は全部春に譲ってたんだね。愛だね。親子愛だね。全然譲ってないぞ。種宗は春宗に家督を譲渡した後も、当主としての実権は手放していないんだ。だから春宗が家督を継いでからも、伊達家は引き続き種宗が主導し、春宗はそれに従う構図だったんだ。権力執着系おじさん種宗。だが、この時種宗はすでに54歳で、徐々に引退に向かっていくことは必然であった。だから、外交交渉に春宗を関わらせたりして、少しずつ伊達家当主としての権限を春宗に移譲しようとはしていたわけだな。この時点で伊達家は、新当主春宗とそれまでの当主種宗の二人の当主の二党体制、つまり、節の二重権力状態であった。種種と春春でリーダーが二人いる状態だったのね。これは揉めますわ。親子喧嘩待ったなしですわ。この種宗と春宗の二党体制は、初めは親子仲も良好で、親子は共同で外交交渉や軍事に当たることができていた。よかった種と春の間に親子喧嘩なんてなかったんだね。親子の絆が勝ったんだね。それは最初の一年だけで、この後めっちゃめちゃに喧嘩します。この親子。うん、知ってた。さて、春宗は家督譲渡から一年余りで、父種宗と対立し、王位を二分にする大騒乱天文の乱を引き起こすことになる。天文の乱については、前回の動画伊達種宗でも解説したが、この動画では、春宗の視点で天文の乱の経緯を見ていこう。うっすうっす。この天文の乱の起こる直前において、伊達家中は、種宗の統治に対する不満が募りに募っていた。まず春宗の不満は主に次の4点だった。すなわち、種宗がいつまでも実権を手放さないこと。弟、実元の越後上杉重氏、掛田利宗の専王、相馬氏への領土割譲、以上の4つだ。そして、伊達家親鸞の不満は、自らの領地に対する自治権制限、越後への戦線拡大という二つだった。この辺の、天文の乱の原因やその後の影響に対する解説は、前回の動画伊達種宗、で解説しているので、よかったらそちらをご確認くだされ。再生時間たったの1時間7分弱の動画ですよ。やったね。はっはっは。天文の乱の原因とかについては、55分目、くらいから解説しております。さて、縁組による勢力拡大と内政改革によって、王位における絶対的な権力者に上り詰めていた伊達種宗であったが、その足元は、実はグラングランのグリトグラであった。その政策の多くは、伊達家親鸞に大きな負担を強いるものであり、不満が募っていた伊達家親鸞の心は、種宗から離れていたからだ。種井は改革を急ぎすぎたんだよね。そんな状況とはつゆ知らず、種宗は無邪気にも越後守護上杉氏の後継者問題に介入し、三男実元を上杉氏に入手させることで、越後へのさらなる勢力拡大に乗り出そうとする。この動きに春宗と伊達家親鸞は反発。氷影長、中野宗時といった、伊達家親鸞の実力者たちと結託した春宗は、父種宗を止めるためにクーデターを決行、種宗を居城の氷西山城に幽閉した。だが、種宗は腹心子柳川宗友に助け出され、氷西山城を脱出し、娘婿の掛田利宗相馬秋種の助力を得て、掛田利宗の居城掛田城に逃れ、奥羽諸将に救援を依頼、ここに奥羽諸将を巻き込んだ大騒乱、天文の乱、が幕を開けることになった。まあこの辺は前回の動画で紹介した通りだよね。越後にがっつり介入しに行く途中で、急に春が謀反を起こすもんだからびっくりだったよ。そうだ。そして前回の動画でも紹介した通り、周辺諸勢力のほとんどは、種宗に味方した。
一方で伊達家臣団の大部分は春宗に味方したんだが、周りが敵だらけとなった春宗は大ピンチだったわけだ。春は劣勢だったんだねー。なんか序盤負けまくりだったもんね。そうだ。周辺諸勢力の支援を受けた種宗の方が兵力が多く、種宗が優勢だったんだ。春宗は乱の前半において、連戦連敗し、ついには伊達氏の本拠氷見市山城を奪われてしまう。これは飽きませんわ。春負けましたわ。腹切りですわ。ところがどっこい正一、ここから春宗の巻き返しが始まる。春宗は種宗に味方した周辺諸勢力の家臣に協約を仕掛け、敵の味方を減らし、自分の味方を増やすという策略を実行していったんだ。はい？よその上の家臣に、主君を裏切って自分に味方してくれって頼んだのね。そうだ。春宗は相馬、田村、二本松、黒川、掛田といった種宗派諸勢力の家臣に反乱をけしかけ、内乱を起こさせることに成功したんだ。これにより、種宗派の諸勢力は内乱鎮圧のために、兵力を割かざるを得ず、種宗に対する援軍は減少し、種宗派の勢いが減退することになる。ちなみに大崎義直は、種宗の子で大崎家の後継ぎとなった大崎義信をやる気満々だったので、自分から積極的に春宗に加担してきている。のー、ぶー。とにもかくにも、春宗はその謀略によって事態の打開に成功したわけよ。春宗は新参希望の人なわけよ。戦でど派手に敵を撃破していくんじゃなくて、裏から手を引いて敵対勢力をちびちび弱体化させていく古速な感じも陰キャポイント高いやね。陰キャポイントってなんだ？さて、天文の乱の序盤は劣勢であった春宗であったが、氷見市山城陥落による中奥白石城への拠点の移動や、諸勢力に対する内容工作により、徐々に勢いづいていき、天文の乱は次第に春宗派優勢種宗派劣勢の様相となっていった。そして、1547年種宗派の主力であった足名森氏と田村隆明が領地をめぐって対立すると、足名森氏は種宗派から春宗派に鞍替えする。この足名森氏の春宗派への鞍替えを契機に、種宗派であった最上義盛、二階堂照之といった有力武将たちも春宗派に寝返るなど、種宗派の敗北、春宗派の勝利は決定的なものとなる。そして1548年、将軍足利義輝により伊達伏の和睦命令が出され、種宗の隠居及び春宗の家督継承を条件として、同年9月に種宗と春宗は和睦した。和睦という形ではあったが、これにより春宗は伊達家の実権を掌握することになるので、天文の乱は、実質的に春宗派の勝利で幕を閉じたと言える。春の粘り勝ちだね。勝つには勝った春宗ではあったが、天文の乱は伊達家に大きな爪痕を残すものであり、春宗は、その生涯を通じて天文の乱の戦後処理に追われることになる。生涯通じてって、随分長い間影響が残ったんだね。伊達家中だけでなく、奥諸勢力も巻き込んだ大騒乱だったからな。天文の乱以前において、伊達家は奥の絶対的な名手であったことも手伝って、天文の乱は、奥全体に甚大な影響をもたらすことになったんだ。ここからは天文の乱後に春宗が直面した課題について見ていこう。種宗は春宗に宿題残しまくったのね。春宗は主に3つの課題に直面していた。1つ目は、伊達家弱体化に伴う、周辺勢力の独立だ。天文の乱は実に6年間に及ぶ伊達家同士の戦いであり、伊達家は疲弊。伊達家の力は大きく衰退し、その従属下にあった足名、相馬、最上、田村、大崎、らは独立してしまった。特に足名森氏は、天文の乱に乗じてその勢力拡大に成功。足名家は伊達家に被験する勢力に成長してしまっていた。足名さんは欧州のボス的存在になっていたんだね。相馬氏もまた、天文の乱に乗じて伊達家から宇田軍を奪取するなど、勢力を拡大。乱を隠居した種宗の面倒を見るなど、南欧における反春宗勢力の急先鋒として、春宗にとって大きな脅威となった。このように、天文の乱以前は伊達家の子分であった周辺諸勢力は、天文の乱に乗じてその勢力を拡大し、反対に伊達家は弱体化した。伊達種宗の陸奥守護部任意を、伊達家を中心とした秩序でまとまっていた奥は、天文の乱をきっかけに、新たな局面を迎えていた。春宗は、周辺諸勢力との新たな外交関係の再構築が迫られていたわけだな。種の時みたいに、周りの上にブイブイ言わせる感じの調子こいた外交ができなくなったのね。二つ目は、安堵城乱発に伴う混乱だ。天文の乱では春宗種宗の両陣営が家臣を自分の味方につけるために、治療地の安堵城を乱発してしまっていた。安堵城ってのは、大名が家臣の領地所有権を保証する文書のことって、ばあちゃが言ってた。ばあちゃんじゃなくて私だ。前回の動画で私が言ったんだ。とにかく、春宗種宗の両陣営から安堵城が乱発されたことで、家臣団の所領は不明確になり、家臣団の間で混乱が生じてしまっていた。春宗は早急に所領の整理と確定をする必要に迫られていたんだな。家臣のみんなを安心させてあげないといけないもんね。三つ目は、伊達家中の不満分子への対応だ。先に述べた通り、将軍足利義輝の和睦命令によって、
種宗春宗氏は、和睦することになったんだが、この和平の決定に納得できない者がいた。種、歳宗掛田だ。掛田歳宗は天文の乱において種宗派の主力を担った武将だった。実は天文の乱の和睦条件には、掛田歳宗の居城掛田城の破却も含まれていたんだ。そりゃ納得できるわけないわ。天文の乱の戦犯とされた掛田歳宗は居城を破却された上に所領を没収とされた。かわいそうな掛田さん、おめえの土地ねえから、状態だったのね。そもそも天文の乱の原因の一つに、伊達家中における掛田歳宗の戦争があってだな。掛田歳宗は、種宗の娘婿であることを利用して、伊達家中で強い発言力を持っており、それに警戒した春宗や伊達家親団が種宗と掛田歳宗を引き剥がすため、天文の乱が起こったとも言われているんだ。はい、掛田の歳さんは権力者だったのね。信長の野望では地味顔の地味能力なおじさんなのに信長の野望は出場することに意義があるんだ。オリンピックみたいなものなんだ。ちなみに我らが春宗公はクソほどイケメンであらせられるから、囲碁呼び捨て禁止な。これが主人公、と反乱分子かっこわら、のさなわけよ。あたしゃ烈風伝の頃の、ヒゲでハゲで眼光鋭いおじさんの春宗が好きだったよ。はっはっは、時を戻そう。とにかく、掛田歳宗は、天文の乱の和睦条件を不服に思っており、春宗は、伊達家中の不満分子である掛田氏への対応を迫られたわけだ。天文の乱を、春宗はここまで述べた3つの課題に直面していたわけだな。新しく当主になったばっかりなのに、いきなり人生ハードモードだったのね。だがピンチをチャンスに変えられる男が伊達春宗だったんだ。ここからは春宗がどうやって天文の乱後の混乱を乗り切っていったのかを見ていこう。よし来た。天文の乱に勝利した春宗は、父種宗から伊達家の家督を正式に相続した。晴れて伊達家当主となった春宗がまず行ったのは、伊達家の本拠地の移転だ。すなわち、それまで伊達家の拠点であった郡西山城を破却し、出羽国長井省の米沢城に転居したんだ。せっかく奥州でブイブイ言わせてたのに、右州に移っちゃったんだね。なんでまたお引っ越しすることにしたの？俺は親父とは違う路線で行くぜ。というのを内外に示したかったわけよ。郡西山城というのは、種宗の第二本拠とした拠点で、種宗色が強い拠点だったんだ。種宗衆ムンムンのお城は嫌だったのね、春は。それに郡西山城は伊達府市の間で争奪戦となった城だったからな。府市総国の象徴のような城を拠点としたくないという思いもあったのかもしれないさ。離婚した後に、それまで夫婦で住んでたマンションに住みたくないのと一緒だね。一緒か。でもまあそういう感じかもな。まあ、そもそも天文の乱の途中から米沢城が春宗の本拠だった、という説もあるんだがな。さて、先に述べた通り移転した米沢城は、陸奥国ではなく出羽国長井荘にある城であった。伊達家は300年以上、今の福島県である、南王こと陸奥国南部に本拠を置いてきた。出羽国長井荘というのは、伊達家が南北朝時代に獲得した、比較的新しい領地になる。福島県から山形県の人になったのね、伊達さんは。この米沢城を本拠とした理由は、長井地方のお米の生産力が高く、米沢が交通の要衝である、という2点からであると言われている。そして伊達家は、政宗が会津の黒川城に本拠を移すまで、春宗、照宗、政宗、と3代にわたって、この米沢城を本拠とすることになるので、米沢という地は、伊達家にとって居心地の良い土地であったのかもしれないな。米沢って聞くと上杉さんのイメージだけど、もともとは伊達さんの本拠だったんねー。うむ。そして、米沢に城下町が成立したのはこの伊達三代の時代と言われている。伊達家が米沢の地を繁栄させたからこそ、上杉も江戸時代を通じて米沢城を本拠として選択するに至ったのだろうな。だから本日に至る米沢市の発展というのは、春宗がその礎を築いたと言えるだろう。米沢市はわしが育てた。さて、本拠を米沢城に移転した春宗は、天文の乱の戦後処理に追われることになる。まず、春宗が着手したのは、安土城乱発問題だ。1553年1月17日、春宗は伊達家親団に対して、その領地の安土城を発給する。これは、天文の乱中に乱発された安土城の整理、天文の乱における論功交渉の明確化、そして伊達家親団に対して、春宗から改めて領地を与え直す、という3つの目的があった。この家臣団に一斉発給された安土城の控えを春宗公祭地下四六と呼ぶそうだ。春宗公祭地下四六は全三巻でまとめられており、一つは失われて、残り二つのみが現存する。その二つに記載されている家臣の数は、実に301名に上り、失われたもう一巻も合わせれば、約400名以上の家臣に安土城の発行を行ったと推測される。春宗が、いかに大多数の家臣に領地の安土を行ったかがわかるだろう。400人に一斉にお手紙送るなんて大変な作業だったろうね。でも春宗ってクソ真面目な感じだから、こういう地味な作業好きそう。ニヤニヤしながら書いてそう。春宗はこの時、天文の乱の際に種宗に味方した。
金沢宗友、国分影広、富塚宗綱、堀越の都といった不代家臣の領地を没収する。そして春宗派として活躍した、中野宗時、郡影長、石本光頼、鬼には吉直といった家臣団に、種宗派家臣から没収した領地を与えた。このように自らに歯向かった者を処罰し、貢献した者に恩賞を与え、また、没収した土地の一部を伊達家本体の直轄地とすることで、伊達家中における春宗の権威は増大し、春宗政権の安定につながっていくこととなった。種宗派の人らも頑張っただろうにかわいそう。春宗は、春宗とその愉快な仲間たちで伊達家を運営していきたかったのね。そして春宗は、この領地の加増と没収を行うのと同時に、天文の乱以前から伊達家臣が所有していた領地についても、伊達家がその領地を改めて与えて、その土地所有権を安堵する、ということをしている。なんで改めて領地を与え直す必要があったの？もともと持ってた土地をお前の領地だぞ。って言われても、知っとる知っとるー。ってならん。天文の乱において種宗側が、そういった領地を他の家臣に与えるという安堵状を出したりしていたからな。そのような混乱を収めるためにも、既存の領地についても安堵して、誰がその土地の持ち主なのかを明確にする必要があったんだ。ああね。あとは、春宗が伊達家の絶対的なリーダーであることを示す目的もあったと思われる。家臣がもともと持っていた土地についても、お前の土地って本当は俺の土地だけど、貸してあげるね。という感じに、春宗が改めて家臣に領地を与え直すことによって、春宗と伊達家臣団の主従関係を明確にして、春宗は伊達家の大名権力を強化しようとしたんだ。はい？春宗は天文の乱を利用して、家臣との上下関係をはっきりさせようとしたんだね。そうだ。実は種宗の代まで、伊達家当主とその家臣というのはお互いがある土地の領主であって、領地の代償はあれど、本質的な立場の違いというのはなかったんだ。ちっちゃい領主がでっかい領主である伊達さんを親分として従ってるだけって感じだったのね。そうだ。そしてこの関係に一気に踏み込んで、伊達家臣団を完全に自らの管理下に置こうとしたのが種宗だった。人海衆の制定、丹前宗役の整備、郡西山城兵の家臣団集中、といった政策は、裁判権、徴税権といった、家臣が元来その領地に対して保有していた自治権を、一気に奪い去り、家臣の土地についても伊達家が管理しようとしたものであった。よねえ、それは家臣の人たちからしたらたまったもんじゃないですな。そうだ。だから家臣団の種宗に対する反発は必然であった。そして、中野宗時ら、家臣の自治権保護を強硬に主張する勢力に祭り上げられた春宗が、天文の乱を引き起こす、という構図だったわけだな。春は中野宗時さんたちのおみこしにされちゃったわけね。これは無能感溢れてますわ。ぬはは、果たしてそうかな？春宗は、家臣団にその領地を伊達家から与え直す、ということをすることによって、それまで曖昧であった伊達家と家臣団の主従関係を明確なものにすることに成功したんだ。そして、すべての家臣団の領地を伊達家から与え直すことで、春宗は、家臣団が保有している土地を完全に掌握することができた。このこともまた、伊達家当主の権威向上につながることとなる。春宗は天文の乱を利用して、伊達家中における、当主の権威と権力を大きく向上させることに成功したわけだな。はい、すっごい。これはピンチをチャンスに変えられる男ですわ。中野さんと春春は、お互いに利益があるウィンウィンの関係だったのね。でもせっかく種宗が家臣の人から裁判権とかを取り上げて、大名権力をアップさせたのに、それを返しちゃったら、また家臣の人たちの伊達家での立場が強くなっちゃうんじゃないの？別に返してないぞ。春宗は種宗が行った、裁判権、徴税権といった家臣団の自治権剥奪をする政策については、基本的には、そのまま引き継いでいたんだ。まあ人海衆自体は無視したんだけどな。あと米沢城についても、家臣を集中させることに成功している。これも種宗と同じだな。ただ、家臣団には自分の領地に住むことも認めていたから、家臣団は米沢と自分の領地の両方の屋敷に住むことになったわけだな。そして米沢に派家臣団の祭祀を常時住まわせることで、実質的な人質としたんだ。米沢城と領地への繁盛って感じだから、完全に家臣を領地から引き離すことはできていないが、祭祀を人質に取れたこともまた、大名権力の向上につながったと言えるだろう。奥さんと子供の命がかかってたら、安易に謀反できないもんね。そしたら春宗は、伊達家を完全に中央集権化することに成功して、近代国家並みの制度を作ったわけね。は春よ。いやできなかった。は、春宗は確かに一部の家臣の自治権を奪うことはできたんだが、一部の家臣については、自治権を認めざるを得なかったんだ。一部の家臣って誰？掛田さん。掛田は死にます。はは、
天文の乱で春宗派として、春宗の勝利に大きく貢献した家臣たちのことだ。春宗は、中野宗と吉良直憲保護強硬派の神輿だったわけだからな。乱に勝利できたのは、彼らのおかげであったし、その意向を無視することはできなかった。だから天文の乱の論功交渉においても、中野宗時、小柳川近宗、石牟田光頼といった家臣に対して、守護不入、諸役免除、諸役直納、総成敗といった、その領地に対する特権を与えざるを得なかった。守護不入とか諸役免除とか言われても意味わからんのだけども、どういう特権だったの？まあ要はあなたの土地に関しては、裁判権や徴税権などの自治権を認めます、というものだ。例えば伊達家の主要な収入源であった、丹銭や宗役というのは、家臣団の領地に所在する家屋や田畑に対して、伊達家が税金を課すというものだったのだが、中野宗時ら、春宗から特権を認められた家臣の領地については、伊達家は税金を徴収せず、中野宗時が自分で丹銭や宗役といった税金を徴収していいですよってことだな。はい？めちゃくちゃ自治権認めちゃってたのね。そうなの。そしてこれらの特権を認めた家臣の数は多く、またその領地も広かった。春宗は、伊達家を中央集権化したいという自らの志とは裏腹に、中野宗時ら一部の家臣についてはその領地に対する特権を認めざるを得なかったんだ。だから春宗政権下では、伊達家は引き続き家中に強い反独立勢力を抱えることとなり、その意向は無視できるものではなかった。とても中央集権化を推し進められるような状況ではなかったんだな。天文の乱の事を処理できたのは良かったけど、また新しい課題を抱えちゃってたのね。春は、そうだ。春宗は天文の乱を利用して、大名権力の強化自体には成功したものの、乱平定に功績のあった一部の家臣については、特権を認めざるを得ず、またこれらの特権を得た家臣の、伊達家中における発言力は強かった。春宗政権は、種宗の時のように春宗がトップダウンで政策が決められるような政権ではなく、家臣団と協調して政策決定を行う、合議的な政権とならざるを得なかったんだ。種宗の時みたいに、好き勝手できなかったのね。春は、息苦しいね。生きづらい世の中だね。そしてこの時、天文の乱での功績が特に大きかった者がいた。歳、掛田歳宗は死にます。中野宗時だ。さっきから名前が出てきてた自治権を守る会、代表理事の彼ね。中野さんは何者なの？中野宗時は、伊達家不代の家臣で、その筆頭であった。そしてこの天文の乱において、郡影長と共に、春宗を半種宗の旗頭として担ぎ上げた張本人であった。中野宗時は、春宗を勝利に導いた立役者でもあり、春宗派の最大の功労者だったんだ。そのため春宗の信頼も厚く、その領地は乱を大幅に加増されたため、伊達家臣団の中でも最大の領地を持つこととなり、当然特権も認められた。中野さんは、天文の乱に乗じてめっちゃくちゃ得しちゃったわけね。そうだ。そしてこの中野宗時は、非常に頭の切れる男でな。乱中に、同じく不代家臣の有力者である、牧野宗興、影中伏が死亡すると、その後継者として自身の息子を送り込むことに成功している。牧野宗興は、種宗政権下では不代家臣の筆頭で一番の実力者であったから、牧野氏を取り込んだ中野宗時の伊達家中における発言力はさらに増大することになった。中野さんは伊達家の中で、種宗みたいに竹を乗っ取る、みたいなことやってたんだね。はぁ、怖や怖や。さらに、中野宗時は、自らの嫡男近時と郡影長の娘を婚姻させることにも成功している。宗時は、伊達家の一門筆頭郡影長にも取り入って、その地位を盤石なものとしたんだ。自分のライバルになりそうな人もしっかり仲間に引き入れていたんだねー。中野さんたら抜け目ないねー。隙がないねー。また、中野宗時の権勢を語るものの一つとして、米沢城への本拠移転が挙げられる。伊達家の米沢城への本拠移転は、中野宗時の勢力基盤が、米沢周辺の沖多摩地方にあったからだ。とも言われているんだ。米沢への移転は、お米がたくさん取れて、立地が良くて、パパ宗との決別できるからなんじゃなかった？まああくまで説の一つだ。本当のところはわからん。だが実際、中野宗時は米沢城周辺の沖多摩地方に多くの領地を持っていた。春宗は、中野宗時の勢力基盤に本拠を置きたいと思うくらい、中野宗時を信頼し、その力に依存していた、というわけだな。ほーん。その功績によって多くの領地の安堵と加増を受けた中野宗時であったが、その領地の中には、越後と米沢をつなぐ交通の要衝である小松、という領地もあった。この小松、という要衝の地をはじめとして、七ヶ宿街道と呼ばれる重要な交通路など、伊達家にとって交通の要衝と言えるような土地のほとんどが中野宗時の領地となっていた。これは当然、中野宗時の伊達家中における権勢を増大させることにつながった。伊達家にとっての一等地を中野宗時が持っていたのね。これは宗時藩には頭が上がりませんわ。中野宗時相当閣下の誕生ですわ。
そして春宗の信任を受けた中野宗時は、春宗の宿老として辣腕を振るうこととなる。宿老という役職は、伊達家における最高政治意思決定機関のようなものであったと思われる。伊達家中において、強い影響力を持っていた役職であったわけだな。春宗政権下において、宿老であったのは中野宗時、牧野宗中、浜田景隆の3名であった。このうち牧野宗中は、中野宗時の次男坊であるから、三宿老のうち、二人は中野家で固められていたことになる。これじゃあ中野さんの思い通りに何でも決められちゃいそうだね。それとも浜田さんが抑止になっていたの？いや、浜田景隆は、中野宗時にはその実力が到底及ばない武将だったんだ。だから三宿老の意思決定というのは、実質的には中野宗時の独断によってされることとなる。したがって、春宗政権下において、伊達家の政治判断というのは、中野宗時、牧野宗中氏を中心として行われていくことになるんだな。天文の乱によって、中野総統閣下による独裁国家春宗が打ち立てられたのね。どんな独裁国家だ。まあでもそんな雰囲気の話だ。春宗時代の伊達家というのは、中野独裁政権である、という研究者の言葉もあったりして、中野宗時が凄まじい権勢を誇った政権であったのは間違いないようだ。そしてその権勢は、当主である春宗をもしのいでいたとも言われている。だが、春宗自身も、中野宗時の独裁というのは、欲は思ってはいなかったようで、この後、伊達家中の権力バランスを取るための策略を巡らせることとなる。まあとにもかくにも、中野宗時の専横があったとはいえ、春宗は、春宗公裁地下四六によって家中の統制を図り、伊達家中を掌握することに成功したわけだな。やるじゃん、ハルー。さて、安堵城乱発問題を解決した春宗は、とりあえず掛田利宗をぶっ殺すことにした。とりあえずビール、くらいに物騒なこと言わないでね。まず春宗は、掛田利宗がしっかりぶち切れるように、天文の乱の和睦条件に、その居城掛田城の破却及び所領の没収という、掛田利宗に喧嘩売りまくりの条件を突きつけた。そして掛田利宗は、まんまとぶち切れて春宗に対して反乱を起こしたため、春宗は反落者掛田利宗の討伐に乗り出すこととなる。掛田さんは春宗にはめられたのね。かわいそうな掛田さん。てかさ、掛田さんってさ、伊達家の家臣なの？掛田さんって、周辺諸勢力の一員的な感じで扱われてた気がするんだけども。もいい質問ですね。明池上かな？実は掛田利宗はかなり微妙な立ち位置の武将でな。伊達家の家臣っぽくもあり、独立勢力っぽくもあるという、実に微妙な立ち位置の武将だったんだ。ふふのふーん。掛田のトッシーさんは、種宗にとって友達以上恋人未満みたいな、大人の関係だったのね。掛田利宗が種宗のセフレだったみたいな言い方やめてくれる？戦国時代だけに、あながち間違いとも言い切れないけども、掛田氏が微妙な立ち位置であったのは、種宗が作った単線帳からも読み取れるんだ。単線帳には、家臣団所有の土地を含めた、伊達家の領地すべてが記載されていたんだが、掛田利宗の領地は記載されていないんだ。ほーん。そしたら家臣とは言えなそうですな。氷影長殿とか中野宗時殿とか、その辺の人らの領地は書いてあるのん？うん、書いてある。氷影長は一門筆頭、中野宗時は普代筆頭って感じの立ち位置なんだが、彼らは純然たる伊達家の家臣であるから、単線帳や宗役日記にもその領地の記載があるんだ。ちなみに一門ってのは、伊達家と親戚関係がある家臣のことで、普代ってのは、昔から伊達家に仕えている家臣のことだ。とにかく、単線帳に記載されていない領地は伊達家家臣の領地であるとは言えず、伊達家の領地でないと言えるんだ。じゃあ掛田さんは、伊達家の家臣じゃないのね？いや、そうとも言い切れない。お前は何を言っているんだ？掛田利宗は定期的に伊達家に参考していたんだ。オーケー。あーしから説明しよう。参考ってのは、偉い人の元へ出向いてご機嫌を伺うことなんだ。現代では宮内省太田所の職員って意味もあるらしいから、混同しないように注意してくれよな。説明ありがとう詐欺。でも参考なんて言葉、誰も使わねえから混同の件は心配ご無用。だ。とにかく掛田利宗は、定期的に伊達家の元へ、ご機嫌伺いのために出向いていたわけだ。それなら、掛田さんはやっぱり伊達家の家臣じゃんね。わざわざ伊達家に出向いてご機嫌伺いするなんて、そら家臣のやることですわ。これは家臣で決まりですわ。うむ。定期的に伊達家に参考していたわけだからな。そして掛田利宗は、伊達家中において、決まった座席を持っていたんだ。フリーアドレスじゃなかったんだ。序列ガッチガチの時代だからな。ガッチガチのガチの固定席だった。もちろん、偉い人から定席に座る感じだな。ちなみにフリーアドレスってのは、会社とかで固定の個人席を作らず、空いている席に自由に座ろうみたいな感じの制度のことだ。最終的には空気感で座る位置が固定されていく、クソみたいな制度だよね。いや、そうとも限らんだろう。それで掛田のトッシーはどこら辺に座ってたの？
ほとんどよそ者だし、廊下かな？廊下でいいね。掛田利宗の席次は、伊達家一門筆頭小石よりも上席の、伊達家仲裁上席であった。掛田氏は伊達家中において、別格の扱いを受けていたわけだな。掛田の利宗さんは伊達家の中では偉いポジションだったんだね。なおかつ種宗のお婿藩だから、利宗さんはマウント取り放題だったろうね。ま、そういうことだな。掛田利宗は、伊達家中において強い発言力を持っていたと思われる。そしてそれが、春宗の鼻につくわけだな。なんか話が繋がっていくね。まあでも、伊達家の集まりで、自分の席があるならそれはやっぱり家臣だよね。というわけで、掛田は伊達家臣で決まりだね。はい決まり、これでこの話は終わり終わり。はは、そいつはどうかな？春宗から氷影長に宛てた手紙で、掛田と渡りは別として、お前が伊達の席次ナンバーワンだ。という感じのものが残っているんだぜ。掛田さんはオーバーエイジ枠扱いじゃん。これは家臣じゃありませんわ。やっぱり掛田さんは家臣じゃありません。で、決まりですわこれは。だがだがしかししかし、掛田利宗は伊達家に軍事指揮権を掌握されていたんだ。あん？伊達家が戦になったら、掛田利宗は伊達家の元に馳せ参じないといけなかったんだ。要は掛田氏は、軍事的には伊達家の支配下にあったわけだな。ふーん。なるほど。つまり掛田の利くんは、伊達家が戦になったら呼べば来るけど、普段は伊達家に依存しないで自立して生活しているっていう、お互いにとって都合のいい関係だったのね。まあそういうことだ。掛田利宗は、自らの領地支配は伊達家からの干渉を受けず、独立して行っていたが、軍事的には伊達家に依存しており、伊達家に戦が起これば駆けつけるという関係だったんだ。家臣でもない、他勢力でもない。そんな微妙な立場だったんだ。掛田利宗は、イフレだね。伊達家にとって、戦だけの都合のいい、イフレだったんだね。掛田さんは、なんだそのきっしょい単語は、まあでもそういうことだ。掛田利宗は戦になったら呼べば来る、イフレ関係だったんだ。そして、自分の領地に対して伊達家から干渉がなかったからこそ、種宗が行った、単戦帳や宗役日記の整備の影響を受けなかったんだな。だから、掛田の利宗と種宗はずっともでいられたんだね。利宗は種宗に対して嫌な思いを抱いていないから、ガツガツに媚びを打って、種宗に気に入られていったのかな。どうなんだろうな。詳細な記録が残っていないからわからないが、掛田利宗型の伊達家臣ほど、種宗の政策によって不利益を被っていなかったのは事実だろう。だから純粋に娘婿として、敬愛する幕府種宗のために、種宗勢力の主力になることを選択することができたのかもしれないな。さて、掛田氏の伊達家中における立ち位置というのは、ここまで説明してきた通り、家臣でもない他勢力でもないという微妙なものであったんだ。ここからは、掛田利宗の天文の乱後の処遇について見ていこう。ほいさ、利くんは、春宗にめちゃくちゃ嫌われてたんだよね。そうだ。先に述べた通り、掛田利宗は種宗の娘婿であること。そして家臣とも言えない独立勢力とも言えない微妙な立場を利用して、種宗政権下で大きな発言力を持っていた。春宗はそれをよく思っておらず、掛田利宗を警戒していたんだ。そして、天文の乱において、掛田利宗は、種宗派の主力として大いに活躍。春宗を苦しめることになる。これらの要素によって、春宗は掛田許すまじ、という気持ちに至ったんだろうな。もともと気に入らなかったのに、喧嘩でもボコられちゃったんだもんね。そら腹立ちますわ。そして天文の乱終結を、いろいろ考えた結果、春宗は掛田利宗をぶっ殺すことにする。絶対いろいろ考えてないでしょ。ぶっ殺すの一択だったでしょ。先にも述べたが、まず春宗は、天文の乱の和睦条件として、掛田氏に対して、その居城掛田城の破却と領地の没収という措置を行った。掛田さんにとっては受け入れがたいよねー。掛田さんも頑張ったのに。当然、掛田利宗とその子吉宗は、この和睦条件に猛反発し、掛田氏は、天文の乱終結後も、春宗に抵抗し続けることを選択する。春宗政権は、掛田利宗、吉宗不死の存在によって、天文の乱が終わってからもなかなか安定感を得ることができなかったんだ。春は、掛田さんをなんとかしなきゃいけなかったんだね。そしたら、春宗はどうしたの？問答無用で大兵力を動員して掛田さんに攻め込んでぶっ殺ったの？春宗はそんな虚突猛進なことはしないぞ。春宗は裏から手を回して、相手を内側から徐々に弱らせるのが得意な男なんだ。なんか陰湿。これは陰キャポイント稼ぎましたわ。掛田家中を分断し、その勢力を弱体化させることを目論んだ春宗は、掛田氏の求心で、天文の乱において掛田氏から春宗に寝返った武将中島義康に、掛田氏から没収した領地を与えたんだ。これは挑発してますわ。春宗が目標のポーズかましてますわ。そう。これは春宗の掛田に対する挑発なんだ。そして掛田利宗は春宗の思惑通り、まんまとおこうこのおっこの激おっことなり、
中島義康に与えられた9かけだ漁に進行する。これを受けて春宗も中島義康救援のために出陣。ここに駆け出し戸建家は再び戦争状態となった。まあそりゃ怒るやねえ。トッシーは裏切り者に自分の領地が取られたら腹立つもん。それでこの戦いはどうなったの？トッシーが領地を取り返して駆け出城海を建てたの？建ててない。駆け出は死んだ。負けて死んだ。敗北した駆け出としむね、よしむね、ふしは春宗に許されず、親子ともどもぶっ殺されたんだ。トッシー&ヨッシーが、ヨッシーとか初めて呼んだけど、なんで死んだの？春宗の知略が駆け出としむねよりも上回っていたからだ。春宗が内容工作を仕掛けていたのは、中島義康だけではなかったんだ。中島くんだけじゃない。磯野のことか、カツオのことか。サザエさんの世界はそんな物騒じゃないぞ。堀川くんを除いてな。春宗は、鹿間助三郎、今村長と、桜田右郎へ、現場親子といった駆け出家診断にも、土地を保証することを条件に寝返り工作を行っていたんだ。天文の乱を、駆け出しよりも春宗の方が旗色が良いのは明らかであったから、駆け出家診断は続々と駆け出しから春宗に寝返っていった。家診断の裏切りによって、追い詰められていった駆け出としむね、吉宗節は、漁場を捨てて、突き立て、川又という土地へ逃れるが、その最後は節ともども春宗に切り殺される、悲劇的なものとなる。これによって、欧州の有力黒人駆け出しは滅亡し、歴史の表舞台から姿を消すこととなった。1553年7月のことであった。かわいそうな駆け出さん、最後は殺されてお家も滅ぼされちゃったのね。でもなんでそこまでする必要があったの？許してあげてもいいじゃない。じゃない？駆け出は種宗派の最有力家臣で、天文の乱後も春宗に反抗的な態度をとっていたからな。伊達家中の統制を図りたい春宗にとっては、不安要素でしかなかった。自らの政権安定のためには、駆け出しを滅ぼす以外の選択肢はなかったのだろうな。春にとって、駆け出さんの存在は邪魔でしかなかったんだね。そういうことだな。さて、宿敵駆け出しを滅ぼしたことにより、天文の乱勃発から続いていた内乱状態をようやく終結させることができた春宗。これにより、春宗政権は安定感を得ることとなった。春宗公裁地下四六八九による伊達家臣団の統制、宿敵駆け出しの討伐という、大きな成果を手にした春宗。だが春宗はこれで満足するような男ではなく、その目は次なる野望に向けられていたのだった。天文の乱で伊達家が衰退しちゃって、どうなることかと思ったけど、春宗は天文の乱を利用して、伊達家をまとめていったんだね。それで、春宗の次なる野望って何なのさ？戦国馬鹿出場？うむ、それはだな。と言いたいところだが、動画の尺がとんでもなく長くなってしまったので、次回の動画で話そうと思う。ああね。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。感謝感激やめあれれ。このチャンネルでは毎週、戦国時代に関する動画を投稿いたしますので、よろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねボタンもとっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next week.